日立の国不思議探検隊隊長のかっくんと副隊長の港です声掛けしてます。なんか喋ってたら、違う、道路走ってたらね、地図にナビに変わった神社が見えたもんで、思わず寄ってしまいました。で、ほら、おお、こういう名前です。羽方神社と書いて、羽方神社と読むらしいですね。やっぱり？ちょっと調べてた。ああ、浮かたかもしれないけどさ。筑西市。振り仮名持ってないんだけども、もう振り仮名振ってくんないんだわ、みんな。振り仮名あった。稲荷神社、博多神社、羽方か。ここ稲荷なの？もしかして、そしたら。もともと稲荷なんですか？それが。あ、参道まあまあ長いです。長いですって言っても、やっぱり博多って読みたい。博多か博多。あ、やっぱり。博多ということにしましょう。博多といえば。ガタです。ガタですね。干潟ですね。はい、干潟です。それで大体塩を作ってるんですね、博多といえば。博多のおし。塩。おお。屋根がね、剥がれそうで。やぶさめにはちょっと短いですけど、なんか、参道を逆に歩いておりますが、この辺ね、周りがすごく平らな場所で、はい、でして、筑波山がよく見える場所なんですが、これはね、海抜で45メーターぐらいのね。そうなんです。私たちのね、海水面上昇グラフによりますとね、それは鎌倉時代あたりが、そうね、鎌倉時代に、それでね、陸地になったんだろうと思われます。まあそれ以前ももう陸地だったんだけど、一時的に平安時代の、まあ前半からね、鎌倉あたりまで潮が来てて満ちてて、その間のまあ何百年、300年ぐらい、250年か300年ぐらいは海の下だったんではないかと考えている場所でございます。博多の塩の博多だったというような、ちょっと地名っぽいなと。そうだね。で、鎌倉時代あたりになってやっとこう人がね、住み始めてですね、はい、いやその前住んでたんだよ、奈良時代は住んでたんだけど、鎌倉時代になってまたもう一度水が引いてから人が戻り始めてですね、はい、塩作りを始めた場所ではないかと密かに思っておるのでございますね。これだ、ありました。田島様と呼ばれる神社、博多神社、筑西市博多大明神241番地。すごいね、博多大明神っていうんだよ、地名が。すごい。博多神社は伊佐城中立観音寺は、これはね、伊佐城って言えばね、誰がいたかというとね、伊達政宗の、じいさんあたりがいた場所ですね。久下田城と大きな結界を形成し、結界があったんだ。ちょっと後で地図で博多城と伊佐城と、博多城じゃない、博多神社と伊佐城と久下田城をちょっと線で結んでみましょう。はい。下高田観音様、成田二所神社、鹿島神社とは下館城、伊佐城、雷神社、久下田城の線と平行な霊線を形作っている水谷家の重要な神社であるって書いてある。霊線って何？何それ？ちょっと霊線って何？霊ラインなんだ。霊ライン。結界と霊線っていうさ、なんでここちょっと神社と思えないようなこの説明なんですよね。うん、これだからほら、はい、作った人が下館商工会議所だから。あ、管理者は博多神社。うん、だから一応ほら市の方で公に認めた話ではないということですね。はい、だから好き勝手書いてるっていうことですね。
社殿によれば大同3年808年鹿島神宮の御分霊を奉祭、天正20年1592年、いや808年から1592年までさ、ね、全然出てこないと。出てこない。出てこないって1592年って限りなく江戸時代に近いわよ。だからやっとあれじゃん、佐竹がさ日立の国を治めたっていう頃で、その時に下館城主の六代羽田流斎っていうのかな、正村、正村は久下田城にあって領地安全分長久のため本殿を改築、元禄8年1695年、いやまた今で100年なんだね。で光圀さんの時代だね、1695年、下館城主黒田豊前の神より若干料かよ。若干料っていくらだよ。若干料っていうことはもう一桁料だね、2、3料だね、寄進を受け石取を建立、その後文化年中に本社上奥並びに拝殿を建築と、明治6年4月村内雷神社稲荷神社を合祀し、博多神社と改称、同年村社に列格と。博多神社に改称したのはじゃあ明治ってこと、でもこういうことって結構怪しいんだよね。ほらその前地名がさ博多だから、もともと博多だった博多なんだよ。そっか、いいんです。だから、祭神は武三日月なんだって。それと和気三日月と宇加の御霊、これはほら雷神社と、あそれは合祀、ね、稲荷神社を合祀したからね、もともとは武三日月鹿島神社だということですね。あとは何、これ博多村は杉山式によれば当初は王子小前川の橋上に博多という、そんな名前どこでも今の文字にある、ね、その後今の文字に現れたという改めた、でその杉山さんがさ、杉山さんの式でしょ、そうですよ、杉山さんが勝手に思ったことを書いたものによれば小前川の端っこだからと。だからあのここが海だという、海だったというようなそのイメージが、あのつかない人は五感側の端っこと、隣だから端っこだというふうにしちゃったんだろう、そう言ったら九条の端っことかいろんなとこは全て端っこということになっちゃいますよね。そしたら博多という名前がもうちょっとあってもいいんじゃないかと思うんだけど、だいたいほら瀬戸内海のね博多の主要の博多とか、それから、ね、北九州福岡の博多とかって考えれば、もう海のね、海に面してるところでしょうと。多分端っこの方の言うかもしれないけど、次にそれが川じゃなくてガタってのつくから、要するに川の端っこの先はガタなんだ。普通そうですよ。そう。だから。そういうこと言いたかったの？ね、そういうことじゃなくて、ただ端っこだった。端っこの方の。ほうだよと。なんだよね、わかんないゆえにそういうものになっちゃうし、道具に想像してもいいんだもん。そうそう、いや確かにその明治とか昭和とか今生きてる人なんかは、ここを海だなんていう感覚はない。生まれてこないから。でもさっきさ、ほら磯っていう地名あったじゃん、山に、どこだっけあれは、白里、白里は磯のねそうそうなんだよ、磯って言うんだよ。だからね、フラッドマップでちょっと遊んでみればね、そうです、いろいろと面白いことが発見できるのではないかと思うんですが、はい、はい、あまあこういうところもなかなか、あんま博多っていうようなさ、あの地区があったってこと知らないだけ、知ったというだけでよかったんじゃないでしょうか。そうですね、跳ね方って書いたりね、いろんな字書くからね、だから今の漢字のね、漢字の意味を考えちゃうと、あの分かんなくなっちゃうんだよ。さっきのほら大般若経をさ、サンスクリット語から、簡訳したのもさ、今度漢字の意味が入ってきてさ、そうそう、じゃあの振り仮名でさ漢字つけててもやっぱり意味の方と見ちゃうんだよね。あの最初にさ簡訳した時は、そんなに漢字の意味はね考えなくて発音だけ考えてたのに、ところが日本に入ってくるときに今度漢字の意味をそこに付け加えちゃうのね、そうするとあさっての方に行っちゃうんだわ解釈が。ギャーティーギャーティー腹ギャーティー
ハラソーギャーティーボジソワカがさ、うん、悲願よ悲願、私の悲願、必ず悲願に行ってみます、行ってみせますみたいな、うん、素晴らしい悲願に行きますみたいな、どっかどこに悲願出てきたみたいな本当に本当ね、信じられない。でそれが常識化してるから悲願なのね、うん、もうみんなもうありがたがっちゃうんだよ。それで修行して悲願に行きましょうってさ、うん、言ってことそう間違ってもないけど、うん、あんまりにもちょっと知ったわ。まあそれでね、こんな感じですね、周りはね。でちょうど筑波さんは見えないんだけど、足尾さんとかカバさんとかが見えております。こういう感じです。筑波さんが見えるところまで行きたいなと思ってんだけど、見えてきた筑波さん。あ、見えた見えた、筑波さん、これです、これが筑波さんです。だからまあこの鹿島神社の向きとしては鹿島神宮の方向いていそうな気はしないでもないですね。まあということでですね、今から結城に行ってですね、なんかミスタードーナツと、ミスゾと、なんだっけ、モスバーガー行きます。さようなら。